はようございます、いくぜいこさん撮影ということで、今日はまあ、産卵後が終わった感じかなっていう感じがするんで、こういうトップ系表層系をちょっとメインにしつつ、あとポッパーのラウダーとか、まあ、そういう系を使いつつ、まあ、ちょっとなんか早いかなと思うときは、まあ、ちょっとボトムまで沈める釣り方もしながら、ちょっとね、五山バスを探っていきたいと思います。よろしくお願いします。それこそ本当今カバー周りでやりたいんで、やっぱあのポッパーとかだとやっぱキャストを奥まで入れないんで、そういう時にはこういうフロックとかで今入ってもすり抜けてきてくれるんで、あとね結構提灯で使うことが結構僕多くて、結構おかっぱりなんでやっぱ距離とかあったりすぐ手前に寄ってきたりするんで、そういう時もわざと引っ掛けて提灯して誘うっていう、さっきまでトップ表層やってたんですけど、ちょっと反応がなかったんで、ちょっとルアーを沈めて探ったんですけど、でもねこれドライブショットのちょっと自分でアレンジして作ってるやつなんですけど、これバックスライドでちょっとやってみたいと思います。一応、まあ、やっぱおかっぱりなんで飛距離が欲しいって思ってて、まあ、飛距離アップと、あとまあサイズ感ですよね。どうしてもドライブショットだと気持ち長いんで、まあ、そこをちょっと自分なりに短くしてコンパクトにして、で結構エビ食い系が多いんで、この沈まして、アクションしてもいいですし、結構ねこの上っ面を巻いてちょんちょんしてくると、でもなんかこうエビが逃げ惑うようなアクションも使えるんで、もうレンジ的には上から使えて下もズルビータリも使えるような感じでちょっとね今試してるんですけど、今喋りながらちょっとやってたらラインが持っていきました。だいぶ気づくもくれたな。よしよし。まずは一歩目。ルアーね、これ今ドライブショットの今自分で改造して、これねおかっぱりで使いやすくしたやつなんですけど、だいぶ小さくカットして、でこのヒゲがついてるんで結構エビ食い系に効くかなと思って今自作で試してるんですけど、まあまあまずこれでもうズル引きっすね。ちょんちょんしながら、まあ、ぶっちゃけちょっとゴミが引っかかったかなと思ったんですけど、ちょっと聞いてたらラインがうーって動いたって魚だと思ってですけど、結構このリーズがちょうどあってカレントが効いてるとハンティン流になるエリアなんで、まあちょっと美味しい場所かなと思ってバックスライドを入れたら、
一応狙い通りですね。ではドライブショット改造版をご説明いたします。もう普通のこれが純正のドライブショットで、もうだいたい何センチくらいかな、でこのぐらい、このぐらいカットしてもらって、あとそうこのヒゲを、もう今これチャートで、上と下が結構分かりやすいんでいいんですけど、このね下側の計8本あって、下側の4本をもうザクッと切っちゃう、上側だけヒゲを残して、でまたアレンジでこの中の爪を2本をちょっと短くしたり、まあ、このまま使ったりっていう感じで、まあ、あとはライターかこのワーム用の補修剤で、もうこれで完成。こんな感じ。簡単。で、だいたいフックがまあ10ぐらいのフックを使ってもらえばちょうどいい感じのフックセッティングになるんで、本当これから、アフターの回復系から、まあ、夏になるともちろんバックスライドを、シェードに入れて落とすだけ。またちょんちょんって上げて落として、感じの釣り方で結構ね、割とあの風吹いていても結構飛距離も出ますし、結構簡単にアクションもできるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。さあさあ、とりあえずドルピーから行きますかい。うわー、抜けたー。見えました？うわ、抜けた。うん、ちょびっと出たっすね。ギルみたいな感じでしたね。カレント切り出したら釣れそうなんですけどね。すげえいい感じなんですよね。食った。うわあ。さあ今夕方になって、まあ、ここは朝一釣れた場所なんですけど、まあ、カレントも結構きつくなってきて、まあ、朝も言った通りこのエリアが反転流になってるんで、まあ、魚刺してないかなと思ってまたちょっと入り直します。はい、投げるのは同じ。そうですね、はい、タックスピニング。あ、そうです、はい。午前中はベイトでやってたんですけど、まあ、今はスピニング、まあ、パワーフィネス的な感じで、P にリーダーフローの14ポンドつけて、まあ、ちょっとね飛距離も出したいっていうのと、まあ、よりカバーの奥入れて、まあグリ巻きしたいなっていう感じで、まあ、このタックルでちょっとやってみますね。結構カレントが結構強いんで、結構カバーの奥にいると思うんで、そういう意味でもパワーフィニッシュの要素で、本当ルアーと
まあ、フックサイドとかも全部一緒なんですけど、ただただちょっとね、PE セッティングにしてやってみたいと思います。午前中と一緒の場所。よし、ドライブショットの改造したやつ、バックスライド。はい、お疲れ様でした。今日はなんとか2本絞り出しました。まあ、ヒットルアーはドライブショットをちょっと自分なりにアレンジしたチューニングで2本絞り出したんですけど、よくね、本当はメインでトップとかもやりたかったんですけど、まあ、ちょっと風が強くてなかなかうまくはめれなかったんですけど、まあ、これから、アフターが回復してって、まあ、梅雨時期になってくるんですけど、そういう時にね、今日使ったドリッピーやラウダー、まあ、あと02ビートとかバズベイトとかが楽しくなる季節になってくるんで、ぜひ皆さんも試してみてください。では、ありがとうございました。